スタイルズ・ザ・ムービー2024技術技能職編。電気主任技術者ニップン田島圭介さん、どんな会社ですか？ニップンは1896年創業しまして、日本初の歴史のある近代的機械式の製粉会社になっています。ニップンの私の勤めている千葉工場では、小麦を小麦粉に加工する、小麦粉を製造するという仕事をしているんですけれども、ニップンという会社としてはその小麦粉をもとにパスタですとか、冷凍食品ですとか、そういったものを製造している会社になっています。どんな仕事を担当していますか？私は千葉工場の電気主任技術者をしております。千葉工場は受電電圧が、特別高圧で受電しているため、この電気主任技術者の第2種という資格を持っている人が常駐していなければならない工場になっています。私はこの資格を持って受電設備ですね、電気設備の保守や安全っていうのを守っております。機械が故障するっていうのは、そんな毎日機械が止まったりするわけではなくて、なんでその機械が止まってしまう前に、予防保全といって、一定の期間、3年間使ったらこのパッキンは交換しましょうとか、そういうのがあるので、故障する前に設備を新しくして故障しないようにしていく、予防保全っていうのをどんどんしていく。設備の不具合の連絡を受けます。でこの不具合っていうのが、機械自体がその調子が悪いと止まるとかいうのもあるので、止まったものを動くようにするですとか、なんかこう音がするとか、そういうのを聞いたら直して、機械的な故障だとそういうところですし、あとは電気的な故障だとその過電流保護といって、電気流れすぎだと安全のために自動的に電気を、ブレーカーが切れるみたいなイメージですになるので、そうするとなんでそれでブレーカーが切れたのっていう、どこかで電気が漏れてる、故障してるんじゃないかを調べて復旧したり、ただその誤動作なのかとかを調べたりっていうのをします。なのでどちらかというと日常の業務としては、割合で言うとそう、どっちも大事、半々。この仕事の魅力、やりがいは？設備が故障した時とかに、一人だけではできない作業っていうのがものすごくたくさんありまして、そういった際に同僚や実際にその機械を製造しているメーカーの方と一緒に作業することが多いです。で、その作業をチームで問題を解決するっていう一連の流れを通じて、そのチームとして仕事を進めていくっていうこと、達成感っていうのを得られたり、メーカーの方からですね、いろいろと教えていただいて、自分の中のその設備に対する知識を深めていく、専門家として成長しているっていうことを実感できる、そういったところがとてもやりがいにつながっています。またその設備を修理したものが正常に動いているっていうのを確認するたびに、その自分がやったことがこういうことに結果反映されているんだっていうのが目に見えてわかるので、とてもやりがいのある仕事に感じています。なぜこの仕事を選んだのですか？まず小麦粉は食生活を支えるその大部分を担う重要な食材です。これを安定的に供給することで皆さんの生活を支えたいと考えて、この会社を選びました。以前は移動の多い仕事についていまして、私事なんですが、実は家もちょうど買って、子供も生まれて、でも千葉でずっと暮らしていきたいなっていう、もうある程度固まってきたので、移動せず、一つの地域に根付いて働くことで、その生活の安定感っていうのを求めて、移動のない職場っていうのでここを選びました。
この仕事を目指す中学生高校生にアドバイスをください。失敗を恐れずにチャレンジしましょう。失敗は成長の機会です。何かに挑戦して失敗したとしても、その失敗から学ぶことっていう経験はたくさん積めるので、失敗をしたとしてもそれは自分の財産というか、いい経験になると考えてます。なので、その挑戦してみることに失敗はありません。また、その中学生という時期は、将来なりたいことのその基盤といいますか、自分っていうのを固めるための大切な時期だと思うので、たくさん経験積んで、いろんなことを学んで、やりたいことはやりたいっていうことを出していって、どんどんチャレンジしていただければと思います。私は電気主任技術者という資格を取ったんですけれども、その中学校とかの時から、理系といいますか、理科とか算数数学が好きで、そういうことを突き詰めていって、勉強とかをした結果、今のその電気主任技術者という資格を取ることができました。一種の主任技術者とか取れば、もうそれはもちろん大手の電力会社とか、そういう就職も全然できる。三種でももうその十分就職にはいいので、なので、ちょっとでも理系に興味がある方は、積極的に勉強していただいて、で同じように電気主任技術者目指して、最終的に取っていただければいいなと、嬉しいなと思います。おすすめ感はすごいおすすめです。就職を考えているお子さんのいる保護者の皆様へ一言お願いします。子どものやりたいことっていうのをよく聞いてもらって、子どもがやりたいようにやらせてあげるのがいいのかなと思います。